こんばんは。ロサンゼルス日系コミュニティのニュースと情報をハリウッドからお届けするソーカルジャパン、司会のあくみバーダインです。早速今日のラインナップをご覧ください。今週の日系ニュース、まずはオタークフーズの工場オープン、トレイ・ヒルマン元日本ハム監督講演会、全米日系人博物館新展示、そしてビーチ清掃デーです。特集です。今週はフォーカスソーカル、バイリンガル教育パート2です。ローカルイベントのお知らせ、今週の占いもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日経ニュースです。さて、日本から食品メーカーの工場がロサンゼルスへ上陸です。そのオープニング式典の模様をご覧ください。お好みソースなどを製造する食品メーカーオタフクフーズが、液体調味料を製造する新しい工場をサンタフェスプリングスに設立し、9月16日そのオープニング式典を開きました。オタフクフーズはこの工場でお好みソース、焼きそばソース、たこ焼きソースなど年間250万リットル、業務用で125万本の液体調味料を製造する予定で、ソースの原材料にはアメリカ産の野菜、果物、香辛料などを使用します。うちの工場は小さいんです。なぜかというと、この工場は開発型でして、いろんなアメリカの味を試しながら、作り込みしながら大きくなろうと思ってますので、どっちかというと R&D 型の工場になります。工場内には研修センターと呼ばれる大型の鉄板を備えた厨房設備もあります。この日は特別ゲストとしてアメリカ版料理の鉄人、森本シェフも応援に駆けつけました。やはり美味しいものを作るということで、そういう調味料、ソース調味料が美味しいんではなくって、それを使っていただいて、素晴らしい料理を作っていただいて、その中でも私どもの最も得意とする日本のお好み焼き、お好み焼き文化を全米に広げたい、アメリカの皆さんに喜んでいただこうというふうに思っておりますが、ブランド名もアメリカ人が覚えやすいようオタ状に改名し、アメリカでのお好み焼き文化普及に乗り出しました。続きまして、野球の元日本ハムファイターズ監督、そして現ドジャースベンチコーチのトレイ・ヒルマンさんの講演会が開かれました。どうぞ。9月14日、元日本ハムファイターズの監督、そして現ドジャースベンチコーチのトレイ・ヒルマン氏による講演会がリトル東京で開かれました。ヒルマン氏は2003年から2007年、日本ハムファイターズの監督を務め、2006年には低迷中だったチームを初優勝に導きました。ヒルマン氏はこの日本での5年間で文化の壁を乗り越え、チームをリードできたのは、アメリカのやり方を押し付けるのではなく、日本人の野球への思いを理解し、互いのアイデアを取り入れたからだと語りました。また、監督就任後、すぐに北海道に移転となったファイターズの本拠地札幌で、選手と地元のファンとの交流を積極的に行いました。They did school visits, we did mall visits, autograph signing shows. We even had players go to the front gate and welcome people into the stadium on opening day. And it was great getting close to our fans. 現在ドジャースのベンチコーチを務めるヒルマン氏は、メジャーリーグを目指す日本人にもアドバイスしました。I had some players when I was in Japan that had always dreamed of playing in the United States, and I told them to continue to strive toward that goal. And I think no matter whether they're going to play in the major leagues in Japan or the United States, as young kids, if that's their dream, they have to continue to fight as hard as they can to reach their dream. この日の講演には170人が出席したということです。次は全米日系人博物館で新しい展示が始まりました。ご覧ください。全米日系人博物館で、アメリカの大地、アジア太平洋系アメリカ市民のストーリーという展示のオープニングレセプションが開かれました。この展示は、スミソニアン・アジアン・パシフィック・アメリカンセンターがまとめたもので、アメリカの歴史の中で、アジア太平洋系の移民がどのような役割を果たしてきたのかを示す、パネルや資料など30点が展示されています。
The title of the exhibition is called I Want the Wide American Earth, and it's also the title of a poem by a Filipino-American poet named Carlos Bulacan. He talked about the ideals of America. He was someone who, like many immigrant communities, they saw a land of opportunity, America, was also for them a land of hardship. And instead of feeling bitter, instead of feeling cynical, he saw the ideals of America, and America is a home for all Asian Pacific American communities. One of the common themes is you see the Asian Pacific American experience as aspirational, that every moment of American history, Asian Pacific Americans were there, and we were there in providing the backbone to what we consider as the American experience. There are so many surprising elements of this exhibition. So one is the actual experiences themselves. Who knew that Asian Pacific Americans fought on both sides of the Civil War? You know, who knew that a lot of the inventions that we take as American were brought by Asian Pacific Americans? Who knew that the civil rights story was advanced through Asian Pacific Americans? So there's all these surprising tidbits about America that's embedded in these exhibitions. この展示は今年5月のワシントンでの公開を皮切りに全国を移動しています。ロサンゼルスの展示は10月27日までです。詳しくは全米日系人博物館のウェブサイトをご覧ください。 CM の後もニュースを続けます。9月21日トーランスビーチでコースタルクリーンアップデイというボランティアによるビーチ清掃が行われました。これは自然保護団体オーシャンコンサーバンシー海洋保護センターが毎年世界各地で一斉に行っているもので、今年は29回目となりました。トーランスに本社を置くアメリカンホンダはトーランス氏と協力し、85人のボランティアを送り込みました。トーランス is the home of American Honda, and we really want to make sure that we're volunteering to give back to our community. カリフォルニア州沿岸委員会によりますと、今年はカリフォルニア州だけでも5万1000人のボランティアが251トンのゴミを拾ったということです。今週の特集は地元のお役立ち情報をご紹介するフォーカスソーカルです。レポーターは太田さんです。太田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日は先週からお届けしているバイリンガル教育パート2ですね。はい、そうなんです。先週は言語には背骨があるということと、あとバイリンガルの種類をご紹介しました。はい、今日はアメリカで日本語をどのように伸ばしていくかということなんですね。はい、はい、うちの子もそうなんですが、アメリカで英語の学校に行き始めるとどんどん日本語を忘れてしまうんですよね。そうなんですよね。ですから、そこで、ご両親がどうやってお子さんをガイドしていけばいいかというお話になります。はい、わかりました。では早速ご覧ください。子どもが英語環境の中で日本語をどのようにして身につけていけばいいのかを、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校のダグラス雅子先生に伺いました。あんまりこう教えるというのは構えずに、でも日本語をいっぱい入れていく、で楽しいことの中に日本語を入れていくということが、やっぱり長続きする要素ではないかなと思います。現地校へ進学すると英語学習言語が入ってきて戸惑う子どもが多いといいます。また学校からの指導に保護者が注意しなければならない点もあります。幼稚園まで楽しく日本語やってて、で学校に行き始めたら先生がね、お宅のお子さん英語がね発達してないんで、もううちでも英語を話してくださいってこうよくね言われるんですって。間違った英語を使うと子どもたちにしてもそれが英語だと思うんですよね。そうすると文法的にも変だし、語彙的にも変、発音も変な英語じゃない英語をうちで聞かされて、間違った英語を習得しておくと困るんで、うちは日本語でやりますので、どうか学校でお願いしますというふうにおっしゃった方がいいと思いますよというアドバイスをしてるんです。子どもたちはね、その英語の環境にいて自然に英語を勉強してるのかなと思うと、そうじゃなくてやっぱ苦労してるんですよね。だから学校に行って急に英語になった時に円形脱毛症になる子もいるしね、鉛筆噛み出す子もいるので、その子たちはその子なりに苦労してるっていうこともやっぱり保護者の方は頭の中に入れていただいて、参観されて時々子どもたち学校で何してるかなご覧になるのもいいかなと思うんです。それでは家庭でうまく日本語を取り入れていくにはどうしたらいいのでしょうか。
日本にいるように24時間日本語がないので、何でもいいからとにかく日本語に触れる機会はもう捉えて話さないように。日本では漫画読んじゃダメとかよく言いますよね。でも漫画もね、あの絵が助けになって内容理解を助けるので漫画もいいんです。でたくさん読めば読むほど早く読めるようになりますから、インプットの量って言うんですけど、私たち入る日本語の量をとにかく増やさないと、それが一番スタートポイントだと思います。子どものやる気を起こさせるためには親の工夫も必要です。どうしてもその子どもの間違いとか発達するスピードの遅さとか、こうネガティブな方ばっかり見るんで、プレッシャーだけ感じて、その子どもにしてみたらその達成感がない、こんだけ一生懸命話そうとしてるのにいつも口を開くとお母さんがお父さんがあの直す。そうするともうなんかなんとなくもう話すのも嫌だなあっていうふうになりますね。でもう一つはあのどうしてもね、勉強として日本語を見がちなんで、日常生活の中で楽しいことやってる時に日本語を入れていく。例えば折り紙とかお料理とか一緒にやっててもやりながらそこに日本語を入れて、ここで切るのよとか、あのお湯に入れてであの沸騰させるのよとか、そういうのをわざとね言わないといけないんですよ。日本のお菓子買いに行ってこれ読んでで買ってあげるとか、そういうふうなことであのポジティブにあのこう補強していてあげないと。親から見て子どもが何を勉強すればいいかということではなく、子どもの目線で子どもが果たして達成感を感じてるかどうか、ご両親もですねちょっとストラテジー方策を考えていただいて、楽しい日本語にしていただければいいかなと思います。はい、やっぱり親の努力なんですね。そうですね、やっぱり小さい時は環境を整えてあげるということと、はい、あとあの楽しいアクティビティの中に日本語を入れるということですよね。そうなんですね、楽しくですね。私もちょっと最近あのもうダメかなとか諦めかけてたんですが、これを見てまた頑張ろうと思います。はい、ぜひあの頑張って日本語を伸ばしてあげてください。はい、太田さんありがとうございました。以上フォーカスソーカルでした。次はパブリックアナウンスメントと今週の占いを続けてどうぞ。精神障害者のためのチャリティーウォーク、ナミウォークスが10月5日土曜日午前10時よりサンタモニカにて開催されます。参加費は無料、詳細はご覧のところまで。チョコレート4イーストジャパン主催フォールヤードセールが10月5日土曜日午前9時よりサンフェルナンドバレージャパニーズアメリカンコミュニティセンターにて開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。パサデナジャパニーズカルチュアルインスティテュート主催のバザーが10月6日日曜日午前11時よりパサデナにて開催されます。日本食の屋台をはじめ生け花や合気道などのデモンストレーションも行われます。詳細はご覧のところまで。ジャパニーズキャリアウーマンズネットワーク主催、LA で働く日本女性の交流イベントのオープンハウスが10月15日火曜日午後7時より都ホテルロサンゼルスにて開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。はい、占いが気になる方は UTB のウェブサイトからアプリをダウンロードしていただくと、詳しい占いがいつでもチェックできるようになります。さてここでお知らせです。私は今週が最後のソーカルジャパンとなります。皆さん短い間でしたがありがとうございました。そして来週から私に代わって番組を進行していただく方をご紹介しましょう。
手島理香さんです。どうぞ。あけみさん、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ご紹介いただきました手島理香です。来週から番組を引き継いで頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さらに楽しい番組になるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、それでは来週もお楽しみに。ごきげんよう、さようなら。I'm gonna spray some rose water, okay? Take a deep breath. Abby, will you marry me? What's up? What's up? Yeah. Paul, how's the practice doing? Great. Who's next? No one today. How's the apartment search? You found something? Not yet. Why don't you just move in with me? What time's your first victim? Oh, 10 minutes ago. Touchy Feely, it's a movie about a brother and sister who one is sort of a free-spirited massage therapist who's very gifted with healing, and her brother is a very shut-down, closed dentist who he develops a power for healing as Abby sort of loses her ability to touch bodies and develops a body repulsion. And so they sort of have these two opposite journeys, sort of back into feeling, to feeling feeling, and to finding love. I play a character that he's a dentist. He wants every day to be the same. As the story evolves, he has the ability to suddenly heal people. He doesn't understand what's happening, and then he goes to other healers and to try to understand what's coming through him. And through this journey, he goes from being a very shut down person to becoming very alive. Okay. You know what, maybe you should picture yourself as someplace where you feel the most comfortable, a place where you feel safe, a place where you feel happy. Can you picture that? The office, like that, my office. Your office? Mm-hmm. Maybe we should try to get out of the office and go to the beach and sit on the sand and feel the warm sun on your skin. I'd rather be at the office. Okay, right. I had Reiki once and it was like, okay, yeah. But I think, you know, if somebody's sending you energy with a good intention, like, I'll take that as healing. I'm Lynn Shelton, and I'm the writer-director of Touchy Feely. It came from actually being the recipient of many massages over the years and starting to think about what it would be like to actually give them, be the person who's actually giving massage after massage to all these strangers. Would there be a circumstance in which somebody who works that way with bodies just can't do it anymore, you know, and just reaches this threshold moment? And then after that, what would happen? You know, if your occupation feeds into your sense of identity and your sense of self-worth, if you're really good at what you do and you're not able to do what you can do, you know, what you do anymore, what will that do to you? How would you dig yourself out of the hole that you might sort of find yourself falling into? You know, that desire for everything to be the same, but the cost is that it makes you kind of dead. And so it's really interesting to see what happens when you allow for more inconsistency and allow for more fluctuation in your life. And even though it might be a little scary and it might be more unknown, it does bring aliveness in. I mean, I feel that sometimes living out here, sometimes I just don't,
like there's so many people and there's so much traffic and sometimes I just don't leave the house and then I start to think that's weird, but you know, but I need things to go a little slower, you know what I mean? Or I don't need so much stimulation. And it is, it's finding that balance between sometimes you do need to kind of go inside and then sometimes you need to really be out and connect. Have you ever wanted to kiss someone so badly that it hurts your skin? I mean, you know I love Abby, right? Your energy is off. It's fearful. I need you to fix me, please. You can fix yourself. There is freedom when you say, Abby, just let go of your fear and embrace the world. He says you cured him. Thank you. Oh. Look what you are doing for people. Something beautiful happened.